こんにちは、イックです。このデトロイトビカムヒューマンの一番最初の人質パートコナクのこれ、ちょっとライブ配信中に途中でブツッとシーンが途切れてしまったところがあるので、こちらの交渉シーンの途中のところでブツッと消えたのはあまりにも変な感じになってしまっているので、同じルートで再現したいなと思います。進行状況はセーブしない、あくまで再現するだけです。やあダニエル、やあダニエル、僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知っているよ。君を助けに来たんだ。なんかここやあダニエルが笑ってしまう。まあいい。ゆっくり近づく。で、あの警察官も救いたいね。とりあえず穏やかに。怒っているんだろうダニエル。だけど僕を信じて。君を助けたいんだ。助けなきゃいけない。お前に分かるもんか。助けなきゃ。俺はただもう終わらせたいだけだ。終わらせたいだけなんだよ。警官の人を助けます。ひどい出血だ。病院に運ばないと彼は死んでしまう。人間はどうせいつか死ぬ。今死んだって変わらないだろう。今から止血の処置をする。そいつに触ったら殺すぞ。ここは無視。僕は生き物じゃない。殺せないぞ。かっこいいコナー君。殺せないぞ。お前の武器は。銃持ってるけど嘘。いや、丸腰だ。丸腰だ。嘘つくな。銃を持ってるんだろ。ダニエル、嘘じゃない。信じてくれ。信じて。僕は丸腰だと銃を持ちながら言っております。買い替えられると知って君はショックを受けたなあ。そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。大事な存在だって。でも俺はただのおもちゃ。いらなくなったら捨てられるだけなんだ。エマと君、エマとは仲が良かったんだろう。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。だけど違う。この子も他のやつだと同じなんだ。ダニエル、やめて。同情的。ダニエル、君は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。そうだ、俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。愛してたんだ。なのに彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。従いましょう。シュッシュ。ここは信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。成功率 99%。 引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。そして銃を使う。脅すんだ。スチャ、どうする。ダニエル、これが君の望みか。お前、俺に嘘をついたら説得するんだ。どうなるかは君次第だ。選択を誤るな。誤るな。あっという間に撃たれる。本当に誤ったのは私の方ですねっていうね。最初のコナー君が、かっこいいコナー君が。こんなはずじゃなかった。でもこうするしかなかったんだ。こうするしか。最悪の結末です。主要人物全員死亡。以上がこの流れでした。
この部分が変に脱げちゃってたので撮り直しでした。ミッション失敗。まあちょっと結末はあれだったけど、1周目とか違うルートで物語に見えたので、まあ、それはそれで良しかなと、いいかなと、面白いかなと。以上でした。おまぬけなコナー君でした。本当にこれこそまさにヘッポコナーだね、本当ね。まあ今後のコナー君に乞うご期待というわけで、デトロイトビカムヒューマン2周目頑張っていくのでよろしくお願いします。それではどうもご視聴ありがとうございました。それではまた。